今日は仏の悟りについて話していきます。仏の悟りとはどんな境地なのか、想像もできませんし、調べようとしてもなかなかわかりません。一体どんな境地なのでしょうか。仏教では悟りといっても、低いものから高いものまで、全部で52あります。 これを悟りの52位と言います。この悟りは一段違えば人間と虫けらほど境外が違うと言われるほどの大変な違いがありますが、そのたくさんの悟りの中でも最高の悟りを仏閣とか仏の悟りと言います。今日まで 仏の悟りを開かれた方は、地球上ではお釈迦様ただお一人です。ですから、仏教は誰かが考え出した教えではありません。ただお一人ですから、釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なし、と言われます。では、仏の悟りとはどんな境地なのでしょうか 仏とは、一言で言うと、自覚覚悟、覚行偶慢であると教えられています。仏の悟りを開いた人は、必ずこうなるということです。自覚とは、自ら悟るということです。何を悟るのかというと、大宇宙の真理です。それは、 因果の道理であり、私たちが幸せになれる心理です。自分が幸せに救われると、他人はどうなってもいいとは思えないのが仏様です。自分が幸せになったら、必ず他の人にも幸せになってもらいたいという心が出てきます。それが角田です。角田とは、 他を悟らしめるということで、他の人を幸せにするということです。自分が幸せになったからといって、他の人はまだ迷いの真っただ中、何のために生まれてきたのかという生きる目的がわからず、生きる手段ばかり考えて苦しんでいます。そんな苦しんでいる人を、 何とか助けたいと、立ち上がらずに折れませんから、格行となります。格行とは、悟りのままに行ずるということで、他人を幸せにする行いをすることであり、仏法を伝えるという行に現れるということです。偶満とは、完全無欠で極まりがないということで、 これだけ言っても聞かないのならもう勝手にしなさいとは思えません。その目的を果たすまで行い続けるということです。このように仏の心というのは自覚格多、各行偶慢なのです。自覚格多は ジリリタと言っても同じことです。ジリリタという言葉は耳にすることもあるかもしれませんが、ジリとは自分の幸福。リタとは他人の幸福ですので、ジリリタとは自分が幸せになると同時に他人も幸せになってもらいたいということです。 自分が喜んでいるだけではなくて、他人にも伝えて、喜びの実になってもらいます。自理のままがリタ。リタのままが自理他人の喜びが自分の喜びになります。これが自理リタということで、仏教の究極の目的なのです。この仏の悟りを開くには、 大変な時間がかかるのですが仏の悟りを開く近道を知りたい方はビデオの下の URL をご覧ください。